皆川春広、皆川治む広3月7日から1958年3月7日は、司法官僚、検事、判事、愛媛県松山市出身。旧制第一高等学校を経て、1903年に東京帝国大学法科大学を卒業し、司法官司法として大阪地方裁判所に勤務した。翌年、日露戦争が勃発すると第四軍司令部府。 国際法顧問として従軍した。1906年、大阪地方裁判所予備検事となり、国楽裁判所検事、東京地方裁判所検事を歴任した。1910年、ブルッセルで開催された、万国警報会議に出席した後、フランスドイツスイスに留学した。1913年に帰国後、司法書記官、大臣官房職員課長に任命され、 法律取調べ委員会幹事も務めた。1921年には大臣院検事となり、翌年に司法省人事局長に就任した。1923年に広島公訴院検事長となり、1927年に名古屋公訴院検事長に転じた。1931年には司法次官に就任した。司法次官在任中に千葉県小金町に、 思想班の転校を目的とした大公塾という私塾を開いている。1934年、岡田内閣成立とともに、司法時間から判事に転じ、東京高訴委員長に就任した。1937年、退官。その後は、東京市教育局長を務めた。戦後は、公職追放され、弁護士として活動した。ありがとうございます。